T-28 はソビエト連邦の中戦車である。1933年に正式化されたこの戦車はソ連発の多方塔戦車である。多方塔戦車としては世界最多の503両が生産された。開発背景については T-35 0戦車を参照されたい。T-28 は A6 中戦車と MK。 通中戦車を参考にしながら T-35 と並行して開発された。1932年には試作車が完成し、1933年2月には重量を完成、メーデーパレードで一般公開され、同年8月11日に T-28 中戦車として正式化された。サスペンション系は蒸気に挙げた戦車のものがコピー。 されていたため大量の小さな天輪を垂直スプリングで支えるという珍しい方式が取られ、また、方安定装置の装備、砲塔の旋回は電動による動力旋回とするなど最新技術が盛り込まれていた戦車でもあった。また、T-28 は T-35 と多くの部品が共通化されており、主砲と重等は同じものを搭載していた。 砲塔は1933年型では 76.2mm 砲を搭載した、主砲塔の全部に機銃を搭載した銃塔2つ、計3つを配置していた。t-28 には t-35 と違い、発展性にはいくらか余裕があり、いくつかの改良型、派生型がある。また、改修で増加装甲や蒸気の対空機関銃を装備した初期。 中期型 T-28 もあり、多方等戦車でありながら、T-28 は対戦初期において強力な戦車になっていた。生産中の T-28。ループアンテナを装備した車両も見られる部隊配備された T-28 であったが、t 3 5ほどひどくはないが、 エンジンやサスペンション系に問題を抱えており、設計者たちの努力によって多少改善されたが、これらの問題は依然最後まで残ってしまっていた。これらは T-28 の持つ複雑な構造、機構を整備することにおける赤軍の経験の欠如や、整備に技術を要する部分が多かったことが原因となっていた。T-28E 型。 車体前面に増加装甲を取り付けるためのボルト多数が設けられているのがわかる。フィンランド軍に路角、使用された車両 T-28 はソ連軍によるポーランド侵攻で初めて投入されたが、本格的な実戦となった冬戦争では森林や深い雪の中での行軍が多く、加えてこの頃の T-28 は最大走行が 30mm で、 防御面で不安があり、フィンランド軍の対戦車砲や火炎瓶によって待ち伏せ攻撃を受け、多くの損失を受けた。このため T-28 は蒸気のような改良、改修を受けていくことになる。1941年6月22日に独ソ戦が始まった時には T-28 及び T-35 は、 独立戦車大隊及び独立重戦車旅団に配備されており、戦闘を繰り返し、勢いに乗るドイツ軍や、初期のソ連軍の設烈な戦車運用も加わって、多くが撃破されているが、1941年7月、中旬のベルジチェフ村近くのセミオノフカでは、T-28 の一個小隊が、ドイツ軍との戦闘で、戦車3両を撃破、対戦車砲2門を破壊するなど、 強化改良のかいあって、局地的な戦いでは、ドイツ軍に対して、勝利を収めている。生き残った T-28 は、モスクワ防衛戦に参加し、その後1943年初頭まで、ドイツ軍への反抗作戦に使用された。フィンランド陸軍で運用された、車両冬戦争時に、フィンランド陸軍は5両の T-28 を露、路獲。 自軍の戦車部隊に配備し、戦後の1951年まで長期間運用していた。この間継続戦争においてはすでに旧式となりながら、圧倒的な性能差を持つ T-34 から85を撃破するなど、戦争後半においてもフィンランド軍の貴重な戦車戦力として使用され続けた。ありがとうございます。